Hello everyone, welcome back to Trails in the Sky the Third. So last episode we finished up chapter 5? I think we are in chapter 5? Wait, we are in chapter 6. Yep, we just finished chapter 5. Anyway, so we got Kevin back, yay! And we meet up with a new character here, her name is Celeste. She's the, she's Chloe's, ancestor? Yes. Yes, I'm gonna say that, yes. Anyway, before we move on with the story, I wanna do the, door again. Whoops. Yes, I have been leveling up a lot of people, actually. They're like level 115 at least, at best. Well, except Olivia and Agate. Kinda don't need them right now, so it's fine. Alright, let's do the start over here. We are gonna be Ed. They're going to introduce a new character in this one. Nanji, Hoto to Yobareshi Ksemono, Kaibuts no Dato Chikaishi Meiyu to Tomoni, Wanga Motoni Hikitsureyo. Not just any character, too. This character will be the major character in all in the next few future games, I guess I should say. And he is strong. He's got that iron strong will. I hope there's no enemy here because I have not prepared them yet. Okay, there's no enemy. Good. One month after the collapse of the Liber Arc, the banquet to celebrate the crisis' successful resolution was over, with Estelle and her friends having largely left the capital to go elsewhere. One of them, however, Prince Oliver Reyes Arnor, God, what a name, sat rather comfortably in the ambassador's office in Gransel's Erebonian embassy, his work in the country not quite settled. How do you not know he's the... What, you don't recognize your own country, Prince? If that was Luca, he would have said that.覚えてなくても無理はないさ。めったに宮廷に顔も出さなければ、社交界に出るわけでもない。少なくとも出世の役には全く立ちそうにないからね。おとは無礼を。そう恐縮することはない。それどころか大使には大いに感謝したいくらいさ。少しは帝国人らしくしたまえだの。遊びほうけてないで帰国して働けだの。 いろいろと忠告してくださったからね。<笑>そう、それはその王子、そのくらいで。大使殿はあくまで常識的な対応をなさっただけでしょう。むしろ隠していた我々の方こそ責められても仕方ありますまい。ミュラー君。<笑>確かにここらで勘弁してあげようか。実際この一月余り、 あなたは本当によくやってくれた。本当の綿密な連絡。在留帝国人の安否の確認、国際定期船の運航再開への協力、その他多岐にわたる案件をよくぞこなしてくれた。本当にご苦労だったね。もったいないお言葉。殿下こそ 危険極まる視察、本当にお疲れ様でございました。どうやらこたびの一件は本国でも相当な騒ぎになっていた様子。今では危機が去ったことが伝わり、皆安堵に包まれているとか。それもこれも全て殿下の護衛団の賜物でしょう。<笑>今更おだてる必要はないさ。私はただ自分ができることをやっただけに過ぎない。 しかも自分の力でではなく、周りの状況を利用する形でね。こう言ってはなんだが、質実剛健な帝国人気質からは
かけ離れているかもしれないな。失礼を承知で申し上げれば、ですが今回の件に関しては、そうした殿下の柔軟な発想が良き結果をもたらしたのでしょう。これからの帝国にはまさに殿下のような方が必要になるのかもしれませんな。最小閣下のやり方とはまた別にして。大使。ほう、てっきりあなたは鉄血宰相殿の支持者かと思っていたのだが、やはり貴族たる身にとって宰相閣下の改革路線は反対かね。貴族とは言ってもしがない男爵位でしかありません。 Isn't that technically still a big deal? オズボーン閣下の改革路線も基本的には支持しておりますよ。ですが私もいささかリベールに毒されすぎているようですな。 I mean, a baron still own a mansion and all that, right? たまに閣下の豪腕ぶりが怖くなることがあるのです。一体どこにエレボニアという古き帝国を連れて行こうとしているのかと。なるほどね、うん、殿下。いや、最後にこのような有意義な話ができてよかった。今後も諸国の平和のため尽力してもらえるとありがたい。できればカルバートと協力してね。これは一本取られましたな。確かに不戦条約以来クロスベル問題は具体的な進展を見せ始めているようです。提唱したのがリベールである以上、自分の役割は想像以上に大きい。つまりそういうことですな。どうやら無用な心配だったようだね。これで心置きなく帝都に戻れるというものだ。どうかお任せください。私も今後の殿下のご活躍楽しみにさせていただきますぞ。リベール恐るべしだね。まさか帝国貴族からあのような言葉が聞けるとは。ああ、もう少し顔面な御人と思ったのだがな。確かにこの国の空気には人を変える力があるようだ。そういう君こそ柔らかい表情をすることが多くなったじゃないか。少なからず影響を受けてしまったようだね。いささか不本意ではあるがな、そういうお前の方はもう少しこの国の品位と節度を見習ってほしかったのだが、まったく柔らかいところだけを際限なく伸ばしおって。それが僕の唯一とも言える武器だからね。あの鉄血宰相に少しでも対抗できるだけの。段取りに変化は？今のところ全て順調だ。宰相閣下は3日前東部諸州の視察旅行に出発した。それと入れ違いにお前は明日アルセイユで帝都に帰還する。各方面への根回しも万全の状態だ。お前の帰国は間違いなく華々しいものになるだろう。妨害要素は？情報局の四課が多少動きを見せているくらいだ。アルセイユが絡んでいる以上慎重になっているのかもしれんが、それ以上に宝刀王子の取るに足らないパフォーマンスごときと侮られている可能性が高いな。ま、実際そうだしね。だがたとえ見せ物でもここから始めるしか道はない。ならばせいぜい華々しく踊らせてもらうだけのことさ。そうだな。王子殿下、夜分遅くに失礼いたします。帝都からの連絡が届いたのですが、いかがいたしましょうか。 Heimdall。 そうか、わかった。失礼します。 Look who he is。 やあ、レクター、今日は姿を見なかったからどうしたのかと思ったよ。それが朝からいろいろと連絡業務が続きまして。 Yep, there he is. So he's actually a government agent of Erebonia. 明日お立ちになってしまうのに挨拶にも伺うことができずに。気にすることはないさ。しかしそうだな、何だったらこのまま朝まで3人でしっぽりと。それで書記官、帝都からは一体何と？王子殿下からのご下達。ただ王都から帝都まで半日足らずで到着できるとは想定していなかったらしく、今慌てて明日の式典の準備をしているようですね。なるほど、さすがにアルセイユの速度は常識外か。しくしく。ま、それはともかく、なんとか舞台は整いそうだな。
せいぜい明日はみんなの度肝を抜くような衣装を用意するとしようか。白いふんどし一丁にギラギラ光るスパンコールのコートだけとか。それは確かにものすごいインパクトでしょうね。自分も同行していたらぜひとも拝見したかったで。初期感。若いのになかなか見どころがあるじゃないか。どうだエレクター、君も一緒にアルセイユでテートに帰るというのは、そろそろ王国での仕事も終わりなんだろう。アルセイユには心惹かれますが、次の仕事が控えておりまして、お気持ちだけ。おや、それは残念だ。まあ次の仕事もせいぜい頑張ってくれたまえ。ありがとうございます。Yep, there's Lecter. 二等書記官、レクター・アランドール。やはり最小の手のものか。十中八九、徒歩でハーケン門を通過し、この大使館に赴任したのは一月前。ちょうど僕たちがアルセイユで浮遊都市に向かったのと同じタイミングだ。それが偶然であるはずがない。だろうな。考えられるとすれば、情報局の人間あたりか、よかったのか。今まで放置しておいて。そこはそれ、こちらも最小閣下の出方は知っておきたかったところだしね。いずれ彼からの報告を通じて何らかのリアクションがあるはずだ。東部諸州の視察が終わった後、多分2週間後といったところかな。そこまで狙っていたか。分かった。ならば俺の方もそのつもりで備えるとしよう。ああ、よろしく頼むよ。ほう、なんだ。いや何、月が出ていただけさ。それも見事な満月だ。リベールの月もこれで見納めか。少々惜しい気もするな。君にもようやくガッシュの何たるかが分かってきたようだね。まあせいぜい頑張って、また見に来られるようにしよう。お互い生きているうちにね。そうだな。Pretty sure there's another cutscene here. The next morning. Okay, good. Joe Heka, 王太女殿下、今まで本当にお世話になりました。その上、アルセイユでテートまで送ってほしいというずうずうしい願いを叶えていただけるとは、このご恩。いつか必ずや何倍にもしてお返しいたします。とんでもありません。殿下のような国賓をアルセイユでお送りするのは至極当然のことでありましょう。こちらこそ、殿下にはいろいろとお世話になってしまいましたね。また機会があったらぜひリベールにいらしてください。その頃にはエステルさんたちも戻ってきているでしょうし。We'll see each other again in Erebonia.みんなで盛大に歓迎させていただきますから。楽しみにさせていただこう。そういえばエステル君たちもそろそろリベールを立った頃かな。いや、今頃ロレントで旅立ちの支度をしている頃でしょう。自分もその時には休暇をいただいて二人を見送ろうかと思っています。なるほど。ハーメル跡は封鎖されているが、私の方で責任を持って入れるよう取り計らっておこう。二人によろしく伝えてほしい。承知しました。王子殿下、感謝いたします。何、あの二人にしてもらったことを考えれば、カシウスさんにも本当にいろいろとお世話になった。あなたの協力がなかったら、ああもうまく帝国軍の師団を足止めできなかっただろう。ふん、それはこちらのセリフですよ。それにもうお気づきかとは思いますが、あの展開も想定の範囲内でしょう。かの鉄血宰相殿にとっては。え、そうでしょうね。実際あの状況でリベールを制圧するメリットはエレボニアにはありませんでした。それも効率が悪いとされる蒸気戦車などを開発してまで。唯一あるとすれば、動力停止現象中も帝国軍が行動できるということを諸外国に知らしめること。おそらくそれが真の狙いのはず。その通り。動力停止現象というものは諸外国にとっては未知の現象です。今後同じことが
他の場所で起きるかもしれないし、実際製造された蒸気戦車は少数だったそうです。ラインフォルト社の工房で通常の動力戦車の部品を流用して組み上げられたとか。つまりそのノウハウは現状では帝国にしか存在しない。そしてこの不透明な状況で蒸気を使った効率の悪い兵器など導入できる余裕はどの国にもない。結果的に帝国軍の潜在的な G 抑止能力はさらに高まることになる。まさに戦争を外交の道具としてコントロールしているわけだね。そんな事情があったなんて、やはり私はまだまだ至りませんね。この場合はかの宰相殿が尋常ではないと言うべきだろう。その発想はよしあしは別にして時代の一歩も二歩も先を行っているそんな厄介な相手に挑戦状を叩きつけてしまうとは、我ながら無謀もいいところさ、殿下。まったく、何を一言のように今はご自分の足場を固めることにですが、どうかお気をつけて、ご自分の立ち位置だけは決して見失われないでください。わかりました。これで無様を晒すことになれば、わざわざアルセイユでテートまで送っていただく甲斐がないというもの。今のお言葉肝に銘じておきます。失礼します。 Oh, here we go. ヒルダさん。助官長、あなたがそのように取り乱すのは。失礼しました。今しがたグランセル城に突然のご来客がございまして、それがあまりに異例だったのでお話し中失礼かとは思ったのですが。異例の来客。うん、そろそろ私はおいとました方が良さそう。いえ、それがその方は陛下だけでなく王子殿下にもご挨拶したいとおっしゃっておりまして。何ヒルダ夫人、その客人の名前は。はい、エレボニア帝国宰相ギリアス・オズボーンと名乗っていらっしゃいます。 Oh shit. He actually shows up. Look at him! His sprite, his character model is so cute in this one, but he's actually really badass in Cold Steel. エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーンと申します。Oh my god, you sound so different in Japanese dub. I mean, yeah, in Cold Steel, when I played Cold Steel, I was playing in a English voice acting, so yeah. このような形での突然の訪問、どうか。あなたが。そして我が親愛なるオリバルト王子殿下、ご無沙汰しておりました。一年ぶりぐらいでありましょうか。ああ、そんなところかな。しかし最初、どうも話が見えないんだが、なぜ一国の最初たるあなたが何の前触れもなくこちらに。しかるべき経緯を聞かせていただきたいものだな。これは失礼。実は先日より東部諸州の視察に出向いていたのですが、いささか余裕ができたのでこちらに参上した次第なのです。それはそれは。本来ならば殿下のようにまさに異変の最中にでも駆けつけたかったところなのですが、あいにく南部の混乱もひどく、その対応に追われておりまして、ようやく時間が取れたので思い余って参上させていただきました。前触れなき無礼をお許しあれ。 Yep, so this is also pretty much what Chloe said, that she couldn't believe she met with Lecter 2 years after he left the academy. なるほど。私のことは気にせずご挨拶申し上げるといいだろう。ありがとうございます。改めまして、アリシア女王陛下並びにクローディア王太女殿下におかれましては、この度の異変、帰国にとっては大変な試練であったことでしょう。心からのお悔やみと異変が無事収束したことのお祝いをここに述べさせていただきます。丁寧なご挨拶。こちらこそ。異変が帰国の南部にまで影響を及ぼしたこと、かねてより遺憾に思っておりました。
なのにわざわざ最小閣下にご足労をおかけしてしまうとは、どうか心よりの感謝とお詫びをお受け取りください。何の、聞けば異変の陰には得体の知れん組織がうごめいていたとか。そうとも知らず、ただ帰国の力になりたい一心で軍を動かしたのはあまりに愚かで軽率でありました。さすがに皇帝陛下からもお叱りの言葉を受けたくらいです。まあ、ですが我が失態もオリバルト殿下の計らいでなんとか繕われたとのこと。殿下におかれましては心よりの感謝を申し上げます。それと異変収束の見届け役、誠にお疲れ様でありました。何、大したことはやっていないさ。それに陛下や殿下、そしてこちらのカシウス准将にもいろいろと助けていただいたからね。ほう、お初にお目にかかる。リベール王国軍准将カシウス・ブライトと申します。気候の孔明は我が帝国にも響き渡っている。こうしてお目にかかれて光栄だ。こちらこそ名高きオズボーン閣下にお目にかかれて光栄に存じます。しかしよもやこれほどまでに大胆な行動力が終わりだとは。どうやら閣下への評価を改める必要がありそうですな。なに、こちらも異変に際しての王国軍の対応には驚嘆させられた。いかなる事態にも対応しうる銃にして豪を体現した組織運用。図体ばかり大きい我が軍には望むべくもない理想の形と言えよう。ははご謙遜を。かの名高き帝国軍情報局は閣下自らの肝入りであるとか、その方面での立て直しが急務な我が軍にとっては羨ましい限りです。お互いないものねだりというわけか。いやはやそのようですな。 I believe Osborn here is still salty that Cassius kick his ass in the 100 days of war. ところで最初、この後どうするつもりかな。あいにく私は今日をもってリベールをいとまするつもりなのだが。ええ、存じ上げております。何でも名高きアルセイユにて帝都に凱旋なさるのだとか。ふん、さすがに耳が早い。私もご一緒させていただければとお願いしたいところなのですが、あいにくこの後他の予定が入っておりましてね。殿下とは別に私も午後にはリベールを立たなくてはなりません。まあ今宵の晩餐にはぜひとも招待させていただくつもりだったのですが。どうかお気遣いなく。ぶしつけなる来訪者には過ぎた今日というものでしょう。ですが船が来るまでいささか時間がある様子。よろしかったら殿下しばしお時間をいただけませんか。個人的にいろいろとお話ししたいことがありますゆえ。そうだな、私もあなたと個人的に話がしたいと思っていたところでね。それは偶然ですな。よろしければ部屋を用意させましょう。助監長、よろしくお願いします。かしこまりました。さすが女王陛下ご自身が紅茶がお好きなだけはあります。香り、温度、味わい、どれをとっても申し分ない。私はコーヒー糖ですが、これなら毎日飲みたいくらいです。 No wonder I hate this guy. He's a coffee man. その意見には同意するが、そろそろ本題に入っていただこうか。話というのは一体何かな。どうやらリベールでの滞在は殿下にとってこの上なく有意義なものだったようですが。何？
以前お会いした時も大層柔軟で聡明な方だという印象を受けたものですが、今の殿下はそれに加えて真の強さも兼ね備えておいでだ。さぞ陛下もお喜びになるでしょう。そういうあなたこそ相変わらずの豪胆ぶりだね。いや、以前会った時よりもさらに圧倒的なオーラを感じるよ。差し詰め、平凡した領土の広さだけの怨念をまとっているといったところかな。これは手厳しい。ですが、できれば平凡ではなく英語とおっしゃってほしいところです、ね。I bet that's what Hitler said when he's invading a lot of countries. I'm not trying to annex you guys. 帝国軍が侵略行為に及んだことはただの一度たりともないのですから。確かにその通りだ。あくまで名目上はね。おお。併合された小国や自治州はどこもいくつかの問題を抱えていた。そしてその問題が深刻化し、両兵団などが入り込んできたところで極度に治安が悪化。困窮した現地政府の要請を受けて帝国軍が介入し、そのままうやむやの流れで併合が決定される。そのプロセスは全て共通している。確かにそのような共通性があるのは確かですが、ですがそれも激動の時代が生み出した必然でありましょう。帝国軍はあくまで帝国のため、周辺地域の安定を実現するべく然るべき対応をしてるだけですよ。それは非常に結構なことだ。だがそれにしては情報局の人間が周辺地域に赴きすぎているのは気になるな。しかも抱えていた問題が深刻化するよりも以前からだ。そのような情報をどの筋から入手されたのかは、全ては危機管理の思想によるもの。だからこそ我が軍はこれまでいくつもの有事を収めることができたのです。周辺地域の怨嗟とテロという危険と引き換えにね。正直あなたがこうして単身リベールを訪れたというのがいささか信じられない気分さ。 Yeah, that took guts. 今のエレボニアにおいておそらく一番テロの対象として狙われている人間だろうからね。恐れ入ります。ですがどうかご心配なく、優秀なスタッフのおかげでテロへの対策は万全でしてね。優秀なスタッフ、例えばあのレクター君か。変わり者ではありますが、なかなか使える男でして、今回のスケジュール調整からテロ対策まで段取ってくれました。おかげでこの後安心してクロスベルに向かうことができます。クロスベルの政府代表と極秘の会談を行う予定でしてね。最近共和国の資本が流れ込んで対抗勢力に押され気味なのだとか。一度行ってみたい場所でしたので、これを機会に訪れてみようかと。バカな。今のクロスベルは各国の勢力が入り乱れた状況だ。緩衝地帯であるのをいいことに、テロ組織や犯罪組織などの温床になっているとも聞く。 And we'll get to that in Crossbell Games. そんな場所に非公式とはいえ帝国最初が乗り込むだと。それを言うなら殿下、あなたとて同じことでしょう。かの富裕都市に乗り込み、視察という退任を果たされて地上に戻られた。それと比べればたかがクロスベル訪問ごとき子供の使いと同じこと。今本国で殿下はちょっとした英雄扱いですよ。その殿下が白き翼と名高いアルセイユでテートに凱旋する、インペリアルクロニクルをはじめとする各方面への連絡も抜かりはない。まさに殿下が見込まれた通り華々しいご帰還となるでしょうな。どうかこの機会を最大限に生かしてご自分の足場を固めるがよろしい。殿下、私はあなたに大いに期待しているのですよ。
ん。Yep. よ、久しぶり。変わってないね。なるほど。いろいろとあったみたいだな。ま、主人ともども元気そうで何よりだぜ。先輩。I'm surprised he still calls him senpai. Well, I mean, he is the upperclassman. これはクローディア殿下。勝手かとは思ったのですが、見学させていただいておりました。いや、それにしても本当に素晴らしい眺めですね。先輩。どういうことなんですか？どうして先輩がオズボーン宰相のもとでこんなことをしているのですか？はて、何のことやら自分にはさっぱり。どなたかと勘違いされていらっしゃるのでは？ベクター・アランドール、2年前までジェニス王立学園に在籍していた前生徒会長。先輩、あなたのことですよね？いえ、実は私の名前はレク・ターランドールと申しまして。ですから、多分それは別人でしょう。Oh my god, he's gaslighting. どうか私のことは、レクとでも、ターランドール。ふざけないでください、先輩。あんな風に、突然退学届を出して何も言わずにいなくなるなんて。レオ先輩やルーシー先輩、それに、ジルやハンス君たちが、うん、あの冷静なレオ先輩が、怒鳴り声を上げていました。ルーシー先輩はレクターらしいって苦笑しながらも泣きそうな顔で、ジルやハンス君、それにもちろん私だって。なのにこの城に私がいると知って姿を現しておきながら、なぜごまかそうとするんですか？レクター先輩。悪い悪い、そう怖い顔するなって。しかしお前さん、相変わらず頭が固いね。She kinda has to. She's a princess. 王太女になってもクソ真面目なところは全然変わってないみたいだな。でもまあ安心したぜ。お前のことだから、王太女なんかになったりしたら身動き取れなくなるかと思ったが、噂で聞いた限りじゃなんとかやってるみたいじゃないの。俺が学園を辞めてからいい出会いがあったみたいだな。先輩、はい。でも私が変われたとしたら、その最初のきっかけをくれたのはあんな風に突然いなくなるから、私はずっと先輩に感謝していました。ほう、そりゃ光栄だ。俺にキスでもしてくれるか？しません。尊敬はしてますけど恋愛感情はありませんので。そりゃ残念。後輩がこんな綺麗になって少しドキドキしてたんだが、どうやら俺の一人相撲だったみたいだな。また心にもないことを。先輩の方こそ信じられないくらいきちんとした格好をなさっていますね。いつもヨレヨレの制服をだらしなく着ていた先輩が。バカ者、あれはファッションだ。あの適度にルーズでファジーな着こなしは厳密な計算による演出でだな。今となってはその言葉も真実に思えます。学園生活を思うがまま謳歌し、あちこち楽しくかき回しながらも、先輩は賢者のように理知的でした。その理由の一端が今日ようやく垣間見えた気がします。改めてお聞きします。先輩、どうしてオズボーン宰相のもとへ？学園を退学してから一体何があったのですか？No, I want to learn. 期待している。I want to know what happened. それは全く予想外の言葉だな。私はてっきりあなたがわざわざ釘を刺しに来たと思ったのだが。まさか。どうしてそのようなことを。私と殿下はそもそも同じ立場にあるというのに。何？殿下、あなたはエルボニアという古い帝国を憎んでいるはずだ。数多の貴族によって支配され、
愚にもつかない因習としがらみにがんじがらめになった古い体制を。そうではありませんか。鉄血宰相などと大行に呼ばれているようですが、帝国における私の立場はまだまだ決定的ではありません。帝都での支持者は多いとはいえ、未だ諸侯の影響が強い地方での支持までは集めきれていない。帝国軍への影響力は認めますが、それでも7割程度。残りは諸侯の支配下にあり、それに彼らの施設軍が加わったら立場は完全に逆転するでしょう。私も未だ帝国における主導権をめぐって戦いの最中にあるのですよ。だからこそ鉄道網を全土に敷き、帝国全土に風穴を開け、領土を拡張することで新たなる発言権を得るか。やはりあなたは私の一番の理解者のようだ。Now that they're talking about it, I realize, yes, Osborne is very, very smart. 改めて、私に協力なさい、殿下。あなたが協力してくれれば、私の改革も勢いづくでしょう。腐敗した貴族勢力も、互いに結託する暇もないまま、崩壊へと導かれる。それは、あなたが最も望んでいることのはずだ。最初、一つだけ聞かせてもらおう。結社とはどのような関係だ。何をおっしゃっているのか、いささか分かりかねますが、ただ改革のためならば利用できる要素は全て利用する。それが私の政治理念ですよ。なるほど、確かに我々は気が合いそうだ。しかしだからこそ、その申し出は断らせてもらおう。ほう。確かに私は腐敗した貴族勢力はあまり好きにはなれない。いや、あなたの言う通り、憎んでいると言ってもいいだろう。だがそれ以上に、あなたのやり方が怖いのだよ。あなたのやり方はおそらく、ある種の幻想を作り上げることで国家全体を熱狂に巻き込むことだ。その熱狂の中において、確かに旧勢力は打倒されるだろう。だが一度回り始めた歯車がもはや止まることはありえない。全てを巻き込みながら際限なく成長を続けていくだろう。最初、あなたはそれが分かっているのか。まさにそれこそが私の改革の第一段階なのですから。その先は殿下、あなたが私に協力する気になったらお教えするといたしましょう。まずは納得のゆくまでご自分の足場を固めるがよろしい。もっともそのためには、あなたが嫌っている貴族勢力すらも手なずける必要があるでしょうがね。何もかもお見通しということか。正午の鐘、そろそろ船が到着しますか。それでは殿下、私めはこれで失礼いたします。2週間後また帝都でお会いしましょう。話は終わったようだな。どうした、随分と疲れた顔をして。いや、何、改めて自分が喧嘩を売った相手の怪物ぶりを思い知らされただけさ。 Yep, a monster. おっと、そろそろ船が来る頃合いか。そんじゃ俺はこれで失礼させてもらうぜ。え、じゃあな、ジーク、今度は帝国産のサラミでもお土産に持ってきてやるよ。待ってください、また何も明かさずにいなくなってしまうんですか。そうだクローゼ、お前ひょっとして好きな男ができたんじゃないか。え、あった図星だったか。いや、いいね、初恋っていうのは胸キュンドキドキ
甘酸っぱいって感じだろ。もうふざけないでください。ええ、好きな男の子ができました。この前ちょうどこの場所で振られてしまいましたけど。ってマジかよ。さすがにそんな偶然は俺も予想してなかったぜ。怪しいですね。先輩は本当に何でもお見通しなんですから。ま、この俺様も万能じゃないってことさ。だからこそ世の中は面白い。あ、よかったな、クローゼ。恋の痛みを知ってこそ女は一人前ってもんだ。また一歩なりたい自分に近づけたんじゃないのか。先輩の方はなりたい自分に近づこうとしていますか。あの最小殿の元にいることで。うん、別に俺はなりたい自分なんてないからな。ただ面白そうって理由だけであのおっさんについてるだけさ。王立学園に入る前からな。え、王子も結構やるけど、あの化け物みたいな親父にはまだまだ及ばないね。まあせいぜい気をつけるように言っときな。踊り疲れたところを怪物に飲み込まれないようにってな。レクター先輩。There's actually going to be a cool scene right here. Oh my god, they're taking... They're taking a public... transportation? I thought they would be like taking some kind of private plane or something. I'm surprised they just take public transportation. They could get assassinated right here and there. But then again, I'm sure Gilead and Lecter can protect themselves. Right?噂には聞いてたけど、相当とんでもない相手みたいね。なかなかスリルがある相手だよ。それよりもシェラ君、わざわざ見送りすまなかったね。ちょうど仕事でオートに用事があったついでよ。その様子じゃ当分会えなくなりそうな雰囲気だしね。僕の夢はあくまでシェラ君みたいな美女と一緒に気ままな日々を送ることなんだがね。はいはい。ま、そういえばあの最初のそばにいた若いのは何者なの。妙に隙のない足運びだったけど。ほう。ここしばらく格上の相手ばかりとやり合っていましたから。レクター・アランドール、帝国政府から出向していた書記官さ。どうやら今回の最初の訪問は全て彼が段取りを行ったようだね。何者かは知らないが相当優秀な参謀役なのだろう。オリバルト殿下、実は私。え、あら、それは。はい。なんと。もしやそれは。鉄血宰相に連なる者が僕よりも前にリベールを訪れていた。つまりそれは宰相独自の情報網がすでにリベールに構築されていた可能性を示唆している。うん、その可能性は高そうですな。情報部のクーデターから今回の輝く輪の異変まで、その一部始終を把握されていてもおかしくはないでしょう。本当、とんでもないわね。先ほど先輩から殿下への伝言を受けたまわりました。踊り疲れたところを怪物に飲み込まれないよう気をつけろだく。やれやれ、痛いところをついてくるね。なんだか別の快感に目覚めてしまいそうだよ。だがやられっぱなしは正直あまり趣味じゃないかな。え、ユリア大尉、
出航したら一つお願いがあるんだが。It's gonna be a cool cutscene right here. オリバルト王子。悪くない仕上がりだ。どのように動いてくれてもそれはそれで使いようがある。あんたにとって全ての要素は駒だからな。あの王子もこの俺も、そして見食らう蛇とやらも。そう、そして私自身もだ。帝国という巨大な盤上を舞台にした魂が震えるような激動の遊戯。Wait. You can, you, I'm pretty sure you hear the song again in Cold Steel. I don't remember which part. I'm sure this is like an Osborne theme or something. まあ、否定はしないけどな。でも、このコマはいつ裏切るかわからないぜ。それならそれで構わんよ。私がその可能性を考えていないとでも思ったか。言ってみただけさ。ところで他の子供たちはどうよ。どの子も順調のようだ。この分では王子の頑張りも無駄に終わる可能性もあるだろう。やれやれ、少し手を抜いてあげるとしようか。悪趣味な親父だなあ。最小学科あんまり侮らない方がいいかもしれないぜ。何？Sup? これはバラの花みたいだな。皆様、右舷に現れましたのはご存知、リベール王家の高速巡洋艦アルセイユでございます。本日エレゴニア帝国のオリバルト王子殿下をお乗せして、これよりテートに向かうそうですが、その王子殿下から乗客の皆様に向けてメッセージを賜っております。今日この日に出会えた幸運を空の女神に感謝する。あなた方の旅に美しきバラと女神の祝福を。そしてくれぐれも気をつけて故郷にお戻りになってほしい。シェー。以上です。Oh my god, Oliver, you have no idea who you're dealing with. アホだ。俺よりもアホがいる。いいだろう、宝刀王子。この鉄血宰相にどこまで食い下がれるか、せいぜいお手並みを拝見させてもらうと。Apparently, four games. That's how long he's able to hold out against you. Return to the Empire, finish. Divine Eye, 7,000. That's not enough. But yeah, that was good. That was good. Let me go back.To the base area, and I'm gonna use my the party I'm gonna bring to. Okay. Roger. Nope, not you. Chloe. Together now. Tita. Okay. And Zin. All right.
Yes, you're probably wondering why I'm bringing these guys, not the, my usual party people. It's just cause. I think. I think I want the divine eye. Fuck! I need. Alright, fine. Nah, I have a lot of these now. I will farm more later. Damn, it's single scent, eagle eye, information, septian vein, luck. Yes, this is exactly what I needed. More luck. Ah, oh, god. Alright. Anyway, I'm gonna end the part here because I feel like it's been long enough. The next part, we're gonna go through another door, which is this one, right? No, that's not it. Is it this one? No, that's not it either. Okay, yeah, it's this one. So yeah. Anyway, I hope you guys enjoyed this episode. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys very, very soon. Stay tuned and stay safe. Later!